はい、今日はいきなりステーキ新桜通り店の方に、やってきました。お、こちらにあのステーキ好きな2名がいらっしゃいました。では早速入ってみたいと思います。人が混んでるだけか。あ、先回転の、ほう、先回転新システムですね。トップリブの500、はい、でトッピングが、はい、1枚でお取りできるので普通のリブロックでお切り取っていいですか。はい、トップリブっていうのは厚みを取らせていただくために割ってるので、はいはい、1枚で十分厚み取れるので、はい、1枚でお切り取っていただいてよろしいですか。ああ、そうですか、はい、じゃあいいです。はい、はい、すみません。多分分厚すぎんだよね、500円で。まあ500だとあんだね。はい、で、あと、はい、トッピングをブロッコリー変更と、はい、あとインゲン追加で。はい、かしこまりました。焼き方はレアがおすすめです。レアです。かしこまりました。いたします。じゃあ先にノンアルコールいただきます。ドレッシー、まずは野菜で胃をほぐして、先にサラダいただきます。じゃあライスは俺頼んでます。リブロースステーキの500が登場しました。トップリブ断られたといういわくつきのリブロース500、かなりのボリュームですね。まあチップとバターソースはなんか 増量の割にはそんな増えてないような気もする。まずはバターソースを伸ばして、伸ばしてソースを一気に、まさかのソースがあまりないみたいな。
ソースを一気に。よし、いただきます。肉肉感が半端ねえな。肉肉感が半端ない。こんな感じですね。やっぱ肉厚があとレア感がやっぱ増しましたね、これ。前の300度は全然やっぱ違う。兵器のわさびを購入してきます。
すいません、こっちもシャイカルブ、はい、失礼します。あとソースも内容なんで入れてください。あ、かしこまりました。はい、はい、加熱でございます。失礼いたします。これ再加熱をいただきます。再加熱からの再加熱しての自家製ガーリックです。あー、お任せガーリック、うん、自家製で美味しいね。美味しいです。まさにアイデア料理というか、うん、帰り大混雑になってましたね。いや、やっぱ500がなかなか強かったっすね。でも食えなくはない。ただまあご飯まで食うと動画っつうとこですね。他にもいろいろコンテンツあるんで、よかったら見てみてください。もしよかったら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。